はい、皆さんこんばんは、アバンチュールです。プロジェクトゾンボイド実況プレイ、前回の続きからやっていきます。前回はローズウッドの各所に回ってガソリン、スキルブースト本、食料品などを収集しました。で、今回はゾンビ処理場の設営を行ってゾンビ掃討作戦の準備をしたいと思います。はい、それではスタートしていきましょう。今の時刻は、7月の17日ですね。前回の試験から、2日ほど進めたので7月の17日となっております。で、今日はね、動画のパート2あたりで、ちょろっと話してた、殲滅拠点をね、作っていこうかなと思います。殲滅拠点を作るにあたってね、木材が大量に必要なんで、それを集めていきます。具体的に言えば丸太の4本束が8個ぐらい必要かな。ざっと計算して。で、周辺を探索してね、手斧と肉切り包丁をいくつか手に入れたんで、これを使ってね、伐採していきます。まあ、伐採の様子は特に撮ってても変わり映えすることないと思うんで、ちゃちゃっとね、ダイジェストでお送りいたします。木材採集をしていたらですね、ヘリコプターが飛んできてしまいました。ちょっとこの状況で伐採を続けるのはまずいんでね、安全拠点の2階に退避して、ヘリが過ぎ去ってくれるまで待ちたいと思います。だいたいゲーム進めてから8日目、18日頃になるとね、ヘリコプターが飛んでくるんですけど、ゾンビもね、それに釣られて、こっちに寄ってくるんでね、まあ厄介な存在ですね。しかも、飛んできて物資とかなんか救援とか落としてくれるんかなって思ったら、特に何もせず飛び立っていくっていうね、ほんと旗迷惑な存在ですよ。で、序盤でね、拠点の構築をまともにやらずにね、ヘリコプターが飛んでくるとゾンビに追いかけ回されて死ぬっていうパターンが多いんでね、序盤の拠点作りもね、めんどくさがらずにぼちぼちやるようにしましょうね。マジこのヘリコプターほんとヘリとたまるわ。序盤のシーンの8割はこのヘリコプターなんじゃないかな。あいつがね、バタバタ行ってる間は何も作業できないんで、本でも読んで時間潰しましょう。ちなみにテレビ番組はもう全部止まっちゃったんでね、テレビは見なくて大丈夫です。まあ、逆に言えばこれ以降、スキルレベルを上げようと思ったらね、自分で家具を解体したり、あとデジタル時計を分解したりしてね、自分の行動でね、レベルを上げないといけないということになりますね。なんか静かになったかな？静かになったっぽい。もうちょっと待ってヘリの音が聞こえなかったら、外に出て作業を再開しましょうかね。はい、木の伐採を一時中断してスキルブック集めで訪れた学校にね、再びやってきました。で、ここで何をするかっていうと、このテーブルをね、解体して大工レベルを上げようという、算段です。殲滅拠点を作る前にね、大工レベルを上げといた方が何かと便利かなと思ったので、先に大工レベルを上げちゃおうと思います。で、ここのテーブルをね、解体すると経験値もりもり溜まっていくんで、こんな感じでレベル8になるまでね、大工仕事のレベルが8になるまでこの辺で上げましょう。テーブル全部解体したけど8にはギリギリ届かなかったな。じゃあこの分は別の教室のね、教室のテーブルを解体して、稼ぐことにします。よし、 OK、 ぴったりですね。じゃあここでできた木板もね、持てるだけ持って拠点に戻りたいと思います。で、拠点に戻ってアイテムを整理をしてからね、殲滅拠点制作に取り掛かりましょうかね。
はい、拠点の建築に必要なアイテムを持って、拠点の建設場所の前にやってきました。どうやってね、拠点を、殲滅拠点を作るかっていうと、このちっちゃめのガレージをね、改造して殲滅拠点を作っていこうかなと思います。で、ガレージのシャッターはない方が都合がいいんでね、あそこのゾンビさんたちに、ゾンビ三姉妹にね、シャッター叩いてもらって壊してもらおうと思います。壊れるまで、この辺のテーブルとかを解体して、木材をもうちょっと集めておきましょうか。あ、壊れた。よし、これで OK だね。シャッターの件は。じゃあ、頑張ってもらったゾンビ三姉妹にご褒美をあげましょう。ほらー。ほらー。ほらほら、これが欲しかったんだろう。いい声を上げて泣くじゃないか。あと、スキルレベルも上がったね。今のは、鈍器のレベルが上がったのかな。補修能力とは別に、武器ごとのね、スキルカテゴリーがあるんですけど、これが上がることによって、その武器種のね、性能が上がります。鈍器大型が上がったら、バールとかね、野球バットの、武器の、攻撃力が上がったりっていう感じですね。じゃあ、こっからは、周辺のゾンビにね、気をつけつつ、拠点の設営に入っていきます。で、見てる人にもね、わかりやすいように、カット編集は少なめでお送りするんで、まあ、参考にしていただけたらなと思います。備品の類とね、木材とか、材料の類は、拠点の中に運び込んでおいたんで、この状態で順を追って説明していきます。まず最初に、これは事前に設置しておいたんですけど、キャンプファイヤーをね、窓の真下に設置しておきましょう。これがいわゆるゾンビの死体処理機構になります。拠点を全部作ってからね、キャンプファイヤーを置こうとすると大変なんで、これは必ず最初に忘れないうちに置いておくようにしましょう。キャンプファイヤーを置いたら、こんな感じでシャッターがあったところね、ガレージの入り口を塞ぐように、コンポスターを設置していきます。で、このコンポスターはね、本来は腐ったアイテムをミミズに分解させてね、堆肥を作るっていう、そういう、家具なんですけど、これがどうやらゾンビの侵入経路として認識されづらいっていう、そういう仕様があるみたいなんで、これを利用して、ゾンビのね、誘導に使おうという感じです。これでガレージの入り口を塞いじゃえばね、ゾンビが、窓の方に全部流れてくれるというわけですね。で、コンポスターは屋内には直接配置はできないんですけど、配置ができないっていうか、建築できないんですけど、一旦回収してね、配置し直せば屋内にも置くことができるんで、これを利用して、こんな感じで中央の2列にね、配置します。で、中央の2列を配置した後に、最後の1個を置いて、入り口を塞いじゃうのがいいかな。で、その後、このコンポスターを囲う形でね、外側にフェンスを立てつけます。で、コンポスターもただ置いただけじゃ叩かれる可能性があるんでね、叩かれないようにっていう、そういう配慮ですね。で、一応内側からも出入りできるように、内側にも1枚だけフェンスを、立てておきます。で、こうすれば、拠点の内側と外側から両方からね、行き来することができますね。なんか、拠点っていう言い方ややこしいから、ゾンビ処理場っていう風に言い換えようかな。うん、そっちの方が混乱しなくて済むね。では次は、窓周辺の加工に取り掛かっていきます。まずは、このね、窓を囲うように、フェンスを立てかけます。木材が足りてないんで、木材をね、随時作りながら作業しましょう。フェンスを立てかけたら、それに隣接するようにね、木のストレージを作っていきます。木製のストレージね。あ、ここは普通の、家屋に置いてある家具でもいいんですけど、何がしかのね、耐久度のことを考えたら、この木箱の方がいいんじゃないかなと思います。木材は消費しちゃうけどね、木箱を使うのが、
おすすめですね。で、木箱を3つ置いたら、またそれを覆う形でね、フェンスを立てかけます。安全拠点の無敵壁を作るときと同じ要領ですね。こうすることで窓から侵入してきたゾンビが、無敵壁でせき止められて、で、こっちはね、この木箱と木箱の隙間からゾンビを一方的に殴ることができるというわけです。で、基本的に、立ってる状態のゾンビはこっちを殴れないんですけど、這いずり状態になったゾンビに限ってはね、這いずり攻撃をフェンスに向かってしてくるんで、それだけ注意しましょう。あ、それの対策は、この拠点を実際に使ってみるときに対処法は説明します。こんな感じで。とりあえずこれで、ゾンビ処理場の設営は完了かな。ゾンビ処理場自体のね。武器が枯渇してきたときとかね、あと眠気が溜まって、にちもさちもいかなくなったというときに、隣の建物に脱出できるように脱出機構も、ここに加えたいと思います。じゃあ一旦隣の建物にね、戻って、このね寝室の窓からゾンビ処理場に向かって床を伸ばしていきます。で、ビルドいくつだっけ、 41.70 あたりで、窓の内側から、直接床を伸ばすことができなくなったんですけど、外側に向かってね、北向きと西向きの窓に限って内側からね、外側に壁を伸ばすことができます。これを利用して、床を伸ばしていきましょう。で、十分床を伸ばしたら、フェンスを立ててロープを垂らします。ロープはコンポスターの、左端のコンポスターにね、の上に直接降りる形で垂らします。これをゾンビ処理場とね、建物2階の経路として運用する感じですね。多分この辺でロープ垂らせば、コンポスターの上に降りられるんじゃないかな。ああ、全然違えや。2パスずれてるね。これ後で位置を調整しないと、もう一度。てか、めちゃめちゃ近くにゾンビいたんだが、危ねえ。ロープの真下にゾンビいたら、終わってたぞ、そこで。危ない、危ない。ヒヤリハットだね、これ。今後は、注意して作業しないとね。もう一度フェンスの位置を調整して、コンポスターの右側から、上り下りできるようにしておきました。こうすることで、フェンスを使うときに邪魔にならないし、シートロープも普通に使えるよというわけですね。で、あとは左のお家の2階をアンチにするだけで終わりですね。2階のアンチ化作業は、パート2でやったんで、まあ、今更説明するまでもないかなと思うんですけど、一応軽く説明しておきます。こんな感じで、階段にアクセスする場所の周囲を家具で囲って、それをさらに囲うようにフェンスを立てかけるだけですね。で、窓がある場合は窓の外も侵入できないように家具で囲います。同じように無敵壁で囲うわけですね。で、窓の真ん前にね、家具を置いちゃうと、まあ、当たり判定がなくなって障害物として機能しなくなるんで、窓から1マス離した場所に家具は置くようにしましょう。これ結構忘れがちだから忘れないようにしましょうね。はい、一通り作業が完了したんで、ゾンビ処理場周辺がね、どうなってるか確認してみましょう。中はこんな感じですね。ちょっと視点の関係で、クォータービューの関係でどうなってるか、ちょっと見づらいんだけど、まあ、詳しく、どうなってるか見てみたいって思ったら、動画を巻き戻して見てみてください。で、建物の2階と、ゾンビ処理場を行き来するときはね、このロープを使うという形です。で、ゾンビが来たらね、ここの木箱の隙間から攻撃すればいいわけです。ゾンビがいないと、フェンスに攻撃が当たっちゃうのか。あと説明するの忘れてたんですけど、照明と収納は、近くのお家からね、壁掛け棚とテーブルランプを持ってきて、それで賄ってます。壁際に、何か家具を置く場合は、当たり判定のある家具を置かないように注意ね。当たり判定のある家具を置いちゃうと、あの大きい棚とかね、
大きい収納を置いてしまうと、ゾンビがそれにヘイトを向けてしまって、うまいこと窓に集まってくれないんですね。まあこれに関しては昔からある仕様なんで、まあ当たり判定のあるものを置かないようにっていう注意だけしときましょう。あとバースツール、椅子は休憩用に持ってきたんですけど、疲労が溜まってね、一時休憩したいって時に休憩できるようにっていう配慮なんですけど、あそこを使いやすくするためにね、壁とドアも追加で作っとこうかな、後で。じゃあ追加の作業が終わったら、ゾンビを呼んで、ゾンビ処理場がちゃんと機能するかどうかをね、想定通りに機能するかどうかをテストしてみましょう。よし、じゃあこの辺から、ドンさんを引っ張ってきて、処理場のテストをしましょうかね。一体だけでも別にいいんだけど、複数体来ても大丈夫なのかっていうテストしたいから、もう2、3体連れていこうかな。あぶねえ。ちょっと、さっきも同じようなミスしたでしょうが。あぶねえ。ヒヤヒヤさせてくれるぜ。このゲーム。そうよ。このスリルこそがね、このゲームの醍醐味。求めていたものなんだよ、このゲームに。ちょっと違うけど、そういうことにしとこう。この状態で、ゾンさんを引き連れた状態で、処理場に入って、ゾンさんがどう動くのかっていうのを見てみましょうかね。まあ、想定通りであれば、ちゃんと窓から入ってきてくれるはずなんだけど、入ってこないな。どこで詰まってるんだ？あ、入ってきた。多分あそこの木箱に判定を吸われて、あそこで詰まってるんでしょうね。あ、さっき当たり判定のあるオブジェクトを置かないようにっていう話はしたと思うんですけど、その影響で詰まっちゃってるみたいですね。まあこればっかりはちょっとどうしようもないんですよね。いろいろ試してみたんですけど、そこで引っかかっちゃうのはどうしようもなかった。で、ゾンビさんが大量に来てくれればね、のゾンビ同士が押し合って窓から普通に入ってきてくれるんで、まあ今はこれで良しとしましょう。で、死体はあそこのね、キャンプファイヤーの真上に溜まるんで、キャンプファイヤーを点火すれば死体が処理できるというわけですね。ただキャンプファイヤーの真上で、点火することはできないんで、フェンスを1枚壊して、あと木箱を移動させて点火する必要がありますね。もうちょいスマートにしたかったんですけど、木箱の位置を動かすとね、ゾンビの挙動に影響するんで、これが限界でした。まあ、でも機能としてはちゃんと機能することが確かめられたんで、まあこれでいいでしょう。で、次回はこのゾンビ処理場をね、使ってゾンビを大量に呼び込んで一網打尽にするという動画を撮りたいと思います。なんで次回は今までより一段と派手な絵になるんじゃないかなと思います。期待しといてください。それじゃあ今回はこの辺でおいとましたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。それではまた。バイバイ。